南京玉すだれを披露するアートディレクター浅場克美南京玉すだれとは日本の大道芸の一つ、歴史のある芸で伝統芸能であるとも言える。一人の演者が長さ二重から三十数センチメートルの竹製の小型のすだれを持ち、歌に合わせて踊りながらすだれを変化させて釣り座を、橋、しだれ柳、旗などに見立てる。演者が持つすだれの名称でもある。 芸人が、あさて、さて、さて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 、さては、南京玉すだれの異性良い掛け声と共に玉すだれを、おもむろに取り出し、ちょいとひねれば、ちょいとひねれば、日米国旗に早変わり、日米国旗をちょいと伸ばせば、といった風に、すだれの形状を、次々と変えてみせる。現在街で見かけることは、ほとんどなく、イベントなどで演じられることが多い。 イベントで行われる場合には、数人が並んで同じ技を見せることもある。使われるすだれの玉数は、流派などによっても違いがあり、24本、36本、46本など、いくつかのバリエーションがある。現在、日本にはいくつもの保存会や流派があり、カルチャースクールなどでも教室が数多く開かれている。日本南京玉すだれ協会では、発祥は富山県で、 道県の民用小切子節に用いられる笹が原型としている。玉すだれは伊勢物語の短歌にも出てくる言葉ではあるが、一般的なすだれと同様に目隠しや日光遮断のために屋内で用いる家具のことであった。玉すだれを使った南京玉すだれという大道芸が現れたのは江戸期になってからである。名前から南京発祥だと勘違いされやすいが日本発祥である。 本来は、当人オランダ南京無双玉すだれと称されており、当人にもオランダにも二つとない、小さな玉すだれという意味で付けられたと言われている。多くにアキラの大都市であった南京の名を付けることで、すだれの希少性を強調し芸の価値を高める意図があったと思われる。以下は、南京玉すだれを演じる際の歌詞の一例である。1、あさてあさてあさてさてさて,さて、さては、 南京と増マスダレ。ちょいと伸ばしてちょいと伸ばせば。浦島太郎さんが浜辺にて魚つるさ竿にさもにたり。魚つるさ竿が、お目にとまれば、元へと直す。二。さて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 ,さては、南京と増マスダレ。ちょいと伸ばしてちょいと伸ばせば。セタノカラハシカラカネギボシギボないのがお慰、おなぐさみ。セタノカラハシお目にとまれば、元へと直す。三。 さて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 は、南京とますだれ。ちょいと伸ばしてちょいとひねれば、こっすに越されぬ、箱根の関所。関所が、お目にとまれば、炭焼き小屋に早変わり。炭焼き小屋が、お目にとまれば、元へと直す。四さて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 は、南京とますだれ。東海道は五十と三時、中山道は六十と九時。西へ東へ、飛脚の姿。 あまた宿場になくてならない、茶店の看板さも似たり。茶店の看板を目に留まれば、元へと直す。五。さて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 は、何金とますだれ。ちょいと伸ばして、ぐんと伸ばせば。阿弥陀如来か、釈迦にか五行に見えれば、おなぐさみ。五行が、お目に留まれば、元へと直す。六。さて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 は、何金とますだれ。 ちょいと返してちょいと返せば、日本三景、天の橋立て浮かぶ白穂にさも似たり。浮かぶ白穂が、お目に留まれば、元へと直す。七。さて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 は、南京とますだれ。ちょいと返してちょいと返せば、万国国旗にさも似たり。万国国旗が、お目に留まれば、しだれ柳に早変わり。しだれ柳に飛びつく。かわずかわずいないが、おなぐさみ。それでは、 皆さんはお達者であらえさっさ、ありがとうございます。